ソネマスは、日本の官僚、政治家、肖像医、訓医等。妻は、東急グループの創業者である、後藤慶太の長女、春子である、東京都出身。建築家ソネ達造の三男として誕生。東京府青山市藩学校附属省、東京府立一中、第一高等学校、東京帝国大学法学部政治学科卒。1926年。 外務省に入り、フランス、中国に駐在。外務省政務局第一課長を経て、1945年の敗戦後は、終戦連絡中央事務局政治部長として、GHQ と交渉にあたるが、当時の外相吉田茂と対立し、九州に左遷される。曽根の回想録によれば、終戦直前にも、東郷持長外務大臣が軍部を刺激しないように、慎重に、 終戦工作を進めている最中に、吉田がなぜ直接アメリカに講和を申し入れないのかと、応対したソネに怒鳴りつけたとされており、吉田との相性が悪かったようである。1947年、片山内閣で内閣官房次長。後、連絡調整中央事務局長官3月退。1949年、日本社会党に入党。 翌年の第2回参議院議員通常選挙に神奈川県選挙区から立候補し、初当選。1960年、民主社会党の決闘に参加し、初代初期長に就任。1962年まで務めた。1967年の衆院選に神奈川2区から立候補し、第二市に転身。1970年、1971年の党大会で、 西村栄一、加須ガ和幸両者と民社党委員長ポストを争ったが、いずれも敗れた。1979年、政界引退。1980年4月25日、心不全の試死去。去年76、ありがとうございます。